お前の力も見せてもらおう。いきなり振りやがった。確かに戦力の把握は重要ですからね。相手はそうだな。こうなったら仕方ねえ。その相手オイラがするで。いいだろう。オイラが爆破で煙幕を作るから、その隙に逃げろ。芸人さん、行くぞ。ちょっと待っておくんなせ。なんか変なの来た。っていうか、なんでその格好。では説明いたしましょう。間違いない、暁だ。ならすぐに応援を呼びに行かないと。そんな時間はない。急がねば教え子たちに危害が及ぶ。しかし俺たちだけでどうすれば。この俺に任せておけ。そのマント、お前も新入りか。その通り。故に今我が実力を見せてやる。うわちょーや。どこかで脱出するしかない。というと。気合で状況をひっくり返す。つまりノープランってことよね。って、俺の着ライトに引っかかってる。おい、俺に何の恨みがある。痛いですね。どういうつもりですか。何の真似。あれは返す。触手パンチ。儀式の準備が整っている。痛みを。まずい、このチャクラの高まり。 C3! 砂鉄解放。気持ちいい。一人だけ何やってんの。突っ込んでる場合か。見るぞ。だが、オイラの黒歴史だけはなんとか。なんかすごいことになってるよ。ここってアジトの場所ですよね。一体何が。元はといえば、お前がスカウトした新人のせいだ。それ多分デイダラ先輩が木の葉に潜入した時にあったやつっすよ。うん。何の話だ。いや、僕の口からは話せません。だって先輩に口止めされてるし。